長山基準。1969年、長山則夫という大量殺人を犯したシリアルキラーに死刑判決が下された際に用いられた基準であり、現在でも裁判官が死刑判決を下すかどうかを決める際には、この長山基準が用いられることが多くあります。ですが、長山基準は時に犯人にとって有利に働いてしまうこともあり、問題点もたびたび指摘されています。ということで、こんにちは。今回はそんな長山基準によって死刑を免れそうになった悪魔の殺人鬼、隅田光一が起こした残虐非道な事件、岡山県元同僚女性バラバラ殺人事件についてお話ししていきたいと思います。事件発生。2011年9月30日、この日、この事件の被害者となった当時27歳だった女性 A 子さんは、いつものように仕事が終わった後にヨガ教室に通ってから家に帰る予定でした。しかし A 子さんは夜になっても家に帰らず、 A 子さんの両親は不審に感じていました。というのも A 子さんには当時交際相手がいたため、帰りが遅くなることは珍しくなかったのですが、普段 A 子さんは帰りが遅くなる日に必ず両親にメールで帰りが遅くなる旨を伝えていました。ですが、結局この日のうちに A 子さんが帰ってくることも、 A 子さんから両親の元に連絡が来ることもなく、大の大人が行方不明として捜査されたら A 子にとって罰の悪いことになってしまうのではと思いつつも、不安に耐えきれなくなった A 子さんの両親は翌日の10月1日に最寄りの警察署に行きました。そこで両親が警察に、娘が昨日から帰らないのですがと相談すると、警察は A 子さんが持っている携帯電話の位置情報を調べてみてはどうでしょうかと提案し、これを聞いた A 子さんの父親はすぐさま携帯電話会社に問い合わせました。ですが、当然携帯電話会社からしてみれば、電話の相手が A 子さんの父親である確証はなかったため、 A 子さんの父親が何度頼んでも本人でないとお答えできませんと断られてしまったそうです。そしてこの時 A 子さんの父親は興奮していたため、電話越しに携帯電話会社のスタッフを怒鳴り続け、その姿を横で見ていた警察官は気の毒に思い、本庁経由で携帯電話会社に要請したところ、電波の発生確認ができました。その結果、 A 子さんは行方が分からなくなった日の夕方頃までは携帯を使っていたものの、それ以降は携帯を使っていないということが分かっただけで、それ以上のことは何も分からず、この日 A 子さんの両親は警察に捜索を依頼して警察署を出ました。ですが、翌日警察から A 子さんの両親のもとに、会社が契約している駐車場で A 子さんが通勤で利用していた車が見つかったという内容の電話がありました。それから A 子さんの両親はすぐに駐車場に駆けつけ、警察の現場検証に立ち会いました。そして現場検証の結果、 A 子さんは仕事が終わった後に車に乗っておらず、ヨガ教室にも行っていなかったということが分かり、警察は A 子さんは退社してから駐車場へ向かう間に何らかの事件に巻き込まれたと考えて捜査を行いました。すると付近の防犯カメラに A 子さんがある男性と一緒に歩いている映像が見つかり、この映像を見つけた刑事はすぐにこの映像をプリントアウトして A 子さんの父親に見せました。バラバラにされた遺体。A 子さんの父親が言うには、その男性は A 子さんの交際相手ではなかったらしく、全く知らない男性だったようです。しかもその男性が服に付着したり、周囲に飛び散った血液を拭き取るためにトイレからモップやトイレットペーパーを持ち出す姿も確認されており、この時 A 子さんの父親は絶句しました。そしてこの日から数日間、 A 子さんに関する手がかりが見つからず、 A 子さんの父親は藁にもすがる思いで知り合いの霊能力者にも依頼したのですが、もちろん手がかりが見つかることはありませんでした。それでも諦めず、 A 子さんの帰りをずっと待っていると、ある日突然数名の刑事が家に来て、目線を下ろしたままこう言いました。とても悲しいお知らせをしなくてはいけません。なんと A 子さんの遺体が原型もわからないほどバラバラになった姿で発見されたのです。どうやら警察の調べによると、 A 子さんを殺害した犯人は A 子さんの元同僚の隅田光一という男性であり、隅田は A 子さんと面識があったわけではなかったのですが、この殺人は計画に行われたようでした。話は遡ること1年前、
隅田は当時交際していた女性に振られてしまい、しかもその女性は隅田の同僚の男性 B さんと交際し、 B さんとの結婚も計画していました。そこで隅田は2人の結婚を邪魔してやろうと考え、同じ会社に勤める女性の中でも特に隅田の好みだった A 子さんを強姦した上で殺害し、その罪を B さんに被せようと考えたのです。また隅田は事件当日から10日前の2011年9月20日に退職していたのですが、溜まっていた有給の消化中であったため、事件当日も隅田の社員証は有効であり、難なく会社に侵入することができました。そして事件当日、隅田は A 子さんに手伝ってほしいことがあるなどと言って会社の倉庫に誘い出し、計画通り A 子さんを手錠で拘束し性的暴行を加えました。しかもこの時 A 子さんは殺さないで、誰にも言わないからと命乞いしたそうなのですが、隅田は容赦なくナイフで滅多刺しにしたのです。それから隅田は車で A 子さんの遺体を持ち帰り、全身を刃物でバラバラにしてから肋骨を素手でへし折り、骨はゴミステーションに置かれたゴミ袋に紛れ込ませて処分し、骨から削いだ肉片は川に投げ捨て証拠隠滅を図りました。ですが事件から3日後には、事件直前に退職した隅田は警察にマークされており、そのさらに数日後には隅田は警察の取り調べを受け、そこで隅田が自白したことで逮捕されました。かわいそうとは全く思わない。時は流れ、2013年2月5日、ついにこの事件の裁判の第一審が開かれたのですが、この時隅田は反省するどころか、殺人は手段として是認される、目的達成のためなら殺すことも許される、思いとどまるのは殺人を犯して自分が捕まるかどうかだけです、と正当化し始め、しまいには A 子さんや遺族をかわいそうとは全く思わない、と言い放ったのです。また、隅田は過去に司法試験を受験したことがあったらしく、殺人を犯した身であるにもかかわらず、犯罪者は殺してしまえばいいなどと語り、これに対して検察官が、あなたは犯罪者ですが自分が殺されてもいいのですかと問うと、自分だけは特別視していると自己中心的な持論を述べました。これには検察や裁判官も唖然とし、最後に裁判官が隅田に元同僚の B さんに対する意見を尋ねたところ、隅田はもちろん出所したら殺すと述べ、隅田は最初から最後まで反省の色を見せることはありませんでした。そしてここまでの話を聞くと、どう考えても隅田は死刑にするべきだと思う人がほとんどだと思いますが、後日隅田は突然、死刑になりたくて悪いことばかり言った、でも本当にごめんなさい、やはり両親を残して死ねない、僕が間違っていました、と意見を180度変え、ここで永山基準が問題となりました。永山基準の中には、犯人の犯行後の情状を考慮して判断すべきという事項があり、これにより反省しただけで殺人犯が死刑を免れてしまう可能性もあるため、批判の声がたびたび上がっています。そして今回の事件においても、隅田は一応最終的には反省の色を見せ、さらに永山基準の被害者の数を考慮するという事項を考慮すると、確かに隅田が殺害したのは一人だったため、死刑にするか無期懲役にするかで法廷では意見が分かれました。ちなみに永山基準に対して A 子さんの父親は後に、死刑判決を避けて自己保身をしたい裁判官による一般人の犠牲の上に成り立つご都合主義と述べ、隅田が死刑判決を免れることを強く反対しました。そして後日、無事に検察側の主張が認められ、一審の判決で隅田には死刑判決が下りました。どうやら隅田の犯行の計画性や残虐性、犯行動機、そして第一審開始時に遺族へ挑発的な態度を取ったことを考慮し、無期懲役よりも死刑判決を下すべきであると考え、永山基準に反した判決を下したようです。それからすぐに隅田の弁護人は控訴したのですが、さすがの隅田も罪の意識に苛まれたのか、その後隅田本人が控訴を取り下げ、死刑が確定しました。そして死刑が確定した後、隅田は被害者の命を奪ってしまったのに自分は生きているという罪悪感がありますと言い残し、それから4年後の2017年7月13日に死刑が執行され、この事件は幕を閉じました。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見て殺人鬼には叱るべき罰を与えてほしいと思った方は、高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録の3点お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。終わり。